選手が登場します。右側が荻野森組、そして左側が黒沼誠。この黒沼が山形県の招待選手、ね、東北チャンピオン、そして今大会のシード選手。しかしこの黒沼選手のこの前蹴り膝蹴り、なかなか威力ありますね。そうですね、結構この大会にですね、はい、田畑師範の話では相当、はい、その気合を入れて、ね、まあ、稽古を積んできたと、はい、聞いてますので、はい、やっぱりこの精神的なものもですね、はい、やっぱり前に出ていくと、はい、前に出ていくと、はい、今みたいに、うん、そういうのがやっぱり現れてますね、はい、前蹴り前蹴り、はい、そして膝蹴り。さあ本戦の3分間が終了しました。こちらが黒沼、好調です。そして荻堂、さあ判定は赤が上がりました、はい、赤が4本、そして主審も赤、5対0。黒沼誠、見事にシード選手、ベスト4に進出です。